はいどうぞ、こんにちは、いずこです。それでは今回なんですけども、ファインペイのバーチャルカードがお得すぎた件ということで、今回はファインペイとファミリーマートですね。この動画ではそのファインペイのバーチャルカードがお得でしたよということと、他のファミリーペイやファミリーマートに関する情報をまとめたので、ぜひ最後までご覧ください。それでは ということで、今回はそのスマホ決済ファミペイと、そして先ほどちらっとお伝えしたように、ちょっとファミリーマートに関するね、お得な情報もありましたので、大きく5つに分けてお伝えします。まずその1つ目がこちら、ファインペイのバーチャルカードということで、それがこちらでございます。要エントリーネットのお店 JCB 加盟店でファインペイバーチャルカード利用すると、必ず1等最大全額還元ということで、このキャンペーン一見抽選のように見えるんですけども、よく見てほしいんですが、まずここ、新定上限は10万円。 1> 1万円相当そして2等であれば10%還元これが100名様そしてなんとね3等1%還元は1 等とと2の当選者以外というこのキャンペーン期間は2日前から始まっておりまして4月いっぱいまでのキャンペーンとなっておりますで参加するためにはエントリーが必要となりますのでまだエントリーされてない方は先にエントリーをしましょうではですね詳しい内容を見ていきましょうキャンペーン内容キャンペーン期間中にネットの JCB 加盟店でファインペイバーチャル カーードををを使っててお買い物すすると合計ご利用金額に応じて期間限定ファイインペイーボーナスを後日申請します当選については1人1回までとなり重複当選はありませんよということですね。で、キャンペーンに参加する手順は至ってシンプルで、ファインペイのバーチャルカードを発行してくださいと。これは無料で誰でもね、ファインペインを使っている方であれば発行することができます。手順はね、このページでわかりやすく出ておりまして、次にキャンペーンページでエントリーをしてくださいと。先ほどお伝えしたエントリーするところから、 アクセスしていただいてエンドリーをしましょう。あとはネットの JCB 加盟店で支払うということでございます。ネットの JCB 加盟店でファインペイ残高の範囲内でご利用いただけますっていう感じで普通にバーチャルカードで決済してくださいということですね。で、キャンペーンの対象者としてキャンペーン期間中にファインペイのバーチャルカードを利用してお支払いされた方、ファインペイバーチャルカードの発行方法はこちらと。で、今回はバーチャルカードが対象となるんですけども Google Pay を利用したお買い物と QuickPay プラスでのご利用は対象外となりますので参加される際 はちょっとこのの部部分気をつけてくださいいいネットのお店店ででも一ごご利用できない店舗がございます詳しくはこちらというとこをクリックすると一応キャンペーンの対象店舗とか商品が出てきます例えばファミリーマートこれは対象外の店舗であるので全然対象ではないということとあと街のお店もね残念ながら対象ではないとですけども基本的にはネットのお店であれば OK ですよということでファインペイのオンライン決済はですね残念ながら対象外となっておりますので気をつけましょうでそしてね今回見てほしいのはここなんですよ インターネット上でチャージできる他社プリペイド、他社バーコード決済アプリも対象ですということでね、もうわざわざこんな風に書いていただいてるということで、おそらく問い合わせも多かったのかなとは思うんですけども、なので、普通にバーチャルプリペイドカードを使って、もしチャージができる決済サービスがあれば、それでもいけますよということですね。で、一応ですね、ファインペイのバーチャルカードがご利用できない主な店舗ということで、海外加盟店、あとは一部の継続的なおしゃいや自動更新手続きが発生する加盟店、例えばその高級 料料料金金、とととかか電話料金あと保険料とかですね、そして一部の宿泊施設、こういったところがですね、ファインペイのバーチャルカードが使えないっていう場所になっておりますので気をつけてください。で、申請されるのは期間限定ファインペインボーナスとして申請がされて、申請日は6月29日頃ということでございます。なので、今回ですね、もしバーチャルカードを使ってお買い物する場合、ちょっとお得に使う時の例なんですけども、 もしですね、すでにファインペイのバーチャルカードを設定している状態で、そこでこのファインペイにチャージをする際に JCB ブランドのクレジットカードを使って月2枚までであればファインペイにチャージできるので、まあこれでチャージをすると、で1%還元であって、あとはこのファインペイのバーチャルカードを使ってネットで決済すると0.5%還元が付与されるんで、この時点で1.5%還元。そして今回のキャンペーン期間中4月いっぱいまでであればしっかりとエントリーしている状態であれば1等から3等までね、 当たるかもしれないということで、もし3等であったとしても実質これら全部合わせても2.5%還元をゲットすることができますので、まあ、この時点でも結構お得ですよということですね。 次に、もしそれがファインマティーカードでファインペインにチャージをした場合でも0.5%還元なんで、まあこれら全部ひっくるめてお買い物したとしても、実3等であったとしても2%還元でお買い物ができちゃう。そしてファインペインといえばね、翌月払いがあると思うんですけども、今現在はキャンペーン中なので0.5%還元と通常の0.5%、そして最低でも3等の1%還元であったとしても2%還元でね、お買い物できちゃうんで、翌月払いを使ってもお得にお買い物ができます。でまあ これの参加方法としてね。まあ、僕はおそらく Amazon ギフトカードのチャージをするかと思いますので。まあ、そこら辺はちょっと自分で考えてね。参加しようかなというふうに思っております。僕は私はこれで参加しようかなと思ってます。的なね、コメントもぜひお待ちしております。では、続きまして二つ目はこちら。チャージの日ということで。ま、あファインペイといえばね、チャージの日が恒例なんですけども、毎月第2、第4金曜日はチャージの日。4月14日金曜日に3000以上のチャージで100円割引のクーポンがもう払える。カフェフラッペのね、割引クーポンがもらえます。 まあ以前の動画でちょっとお伝えしたかもしれないんですけどもまあこれまではですね結構無料のお菓子がもらえたりとかあとお茶がもらえたりっていう感じだったんですけども一つ前のチャージの日からですねサンドイッチ100円割引クーポンに変わったんですよなので傾向的におそらくわかんないんですけども無料から まあ、今回のような割引クーポンにまあ変わってきてるような感じではありますよね。まあ、なのでね、もしこれを狙いたい方はですね、一度に3000円以上のチャージが必要となりますんで、4月の14日、この動画を出すのがおそらく4月13だと思いますんで、まあ、明日ですね、チャージをして、まあ、狙ってみるのもありかもしれません。では、どんどん行きましょう。3番目こちら、ファミリーマートの商品ということで、まあ、ファミリーマートはご存知のようにですね、ここに出てるように D ポイント、楽天ポイントカード、そして T カードのいずれか、または各ポイント連携済みのファインペイのバーコード をスキャンして対象商品を購入いただくとキャンペーンポイントが貯まりますとまあ、こういったねポップをですねおそらくファミリーマートで見たことはある方中にはいらっしゃるのかなと思うんですよね で今回はですね、これはおそらく最近出たのかなと思うんですけども、僕もこれ最近知ったんですが、ファインペイボーナス対象商品購入時に、ファインバのアプリ、ファインペイをレジでスキャンすると、お買い物の翌月10日以降にファミペイボーナスが貯まるんですよね。お買い物時のレシートや電子レシートな表示されません。付与されたファインペイボーナスは、ホーム画面のバーコード下に表示されているファインペイの残高をタップにてご確認いただけますということで、そうなんですよ、こういった感じのポップがですね、なんか追加されているっぽくて、これ元々ありましたっけおそらくここの部分 だけけならよく見た気がすするんですけどももしあったらすいません。バリアスイレイがですね、このページにいろいろ出てるんですけども、例えばこの森永製菓のバリナーモナーカジャンボ、これだと普通に1点につき20ポイントがもらえると、まあ、期間中であればですね、まあ、こちらもチョコモナカジャンボも20ポイントもらえる。そしてですね、ここのオルナミン C のとこ見てほしいんですけども、もともと1点につき10ポイントもらえてたのが、さらにファインマのアプリ、ファインペイをレジでスキャンすると10円相当のファインペインボーナスがもらえちゃうんですよね。なのでまあこれら全部合わせると実質まあ100円 ちょっとぐらいでね、買えちゃうと。もちろんね、コンビニで購入するので、若干割高なところはあるんですけども、ちょっとしたポイ活に取り組んでる方はですね、まあ、こういったものもありますよということなんですよ。これちょっと意外でしたね。あとはこういったレッドブルのシュガーフリーのタイプも、1.2 30ポイントがもらえる、さらにファインペイーボーナスの10円相当がもらえたり、通常のレッドブルのちょっとこれ長いタイプですかね、これも40ポイントもらえて、10円相当のファインペイーボーナスもらえると。なので、もしファミリーマートに行くときに、 普通に d ポイントカードを提示するのではなくてファミペイのバーコードの連携してるポイントカードを提示する、まあ、1つの,あのバーコードを提示すれば OK なのでそれをですね、まあ、忘れずお買い物すればちょっと お得になるる可能性が出てくるかもしれないといととうことですねもちろんね、毎回毎回ファミリーマートでお買い物しましょうというわけではなくて、まあ普段からファミリーマートの利用頻度が多い方はですね、まあ少しでもですね、お得に購入するということであれば、こういったね、ちょっとしたキャンペーンもありますので、うまくね、組み合わせて使うというのもお得なのかなと思います。今日はですね、ちょっと出先での撮影なので、パソコンのファンの音がちょっとうるさいかもしれないんですけども、もう少しね、続きを頑張って聞いていただければと思います。次4番目はこちら、5と0のつく日2倍ということで、こちらですね、過去動画で 紹介したポサカードをこちらのキャンペーンがですね、5月以降は本キャンペーンから楽天ギフトカード、楽天エディギフトカードが対象外となりますというリマインドの情報となります。で、キャンペーン自体はこちら月間30万円相当が不要上限ということですので、もし参加される際は一応上限がありますので気をつけてくださいということ。なので、もし今月参加するのであれば、15とあとは20と25と30もあるので、あと4回チャンスがある もしねポサカードを購入する場合はこういった日付気を,気をつけてくださいということと。 もう一つね。こちらもですね。毎月開催ということだったんですけども、早めに終わるということがね。以前発表されております。今のアプリファインペイ限定ファミリーマートでファインペイ払いをするとボーナス2倍のキャンペーンですね。進呈上限は1000円までで、キャンペーン期間はこちら4月30日までで終わります。このキャンペーンはエントリーが必要になるんで、まだ4月エントリーされてない方はですね。とりあえずエントリーしましょう。なので、もし参加する場合は、例えばクレジットカードの jcb ブランドのクレジットカードを使って月2万円までチャージをして1%還元を狙って、さらにファミリーマートに行って楽。 フ,フトカードの購入通常の0.5%還元のファインペイボーナスがもらえるさらに5と0の月く日の1.5%還元そして毎月2倍の0.5%還元そこから楽天ペイで決済して1%還元この組み合わせで実質に4.5%還元ができるんですけどもこの丸 ② と丸番については4月まででまあ終了するのでこれを狙っている方は今月いっぱいで終わるということ次にもしチャージをする際ファイマティーカードを使ってこれら全部を合わせることによって実質の還元率が4%還元そしてファインペイといえば先ほども紹介したようによく 払いがあるのでこれを使ってキャンペーンに参加する場合でも実質4%還元ということですんでおそらくね1つ前の確か抽選のキャンペーンもあったのでその時にまとめて楽天ギフトカードを購入された方もいらっしゃると思うんですが ちょっと同紹介迷ってた方は、もう何度かね、チャンスがありますんで、もしこのタイミングで楽天ギフトカード購入される方はですね、まだまだチャンスありますので、ま、ぜひね、取り組むかどうか考えていただければと思います。でですね、こういったキャンペーンに参加する際ですね、僕ちょいちょい動画で言ってるんですけども、今回のこのキャンペーン、楽天ギフトカードを20万円分購入しようかなというふうに思っている方とか、中にはいらっしゃるかと思うんですけども、一つ言えるのは、お得だからといって無理にチャージしすぎないことですね。普通に考えて20万円分の購入とかも結構な額にはなるので、手元の現金が減ることって意外 ストレスだったりすると思うんですよなので一応使う目的が明確に決まってる方はですね全然取り組んでいただいても結構なんですけども、ちょっと今のところまだ使い道がふわっとしてる方はですね本当に無理に参加しない方がいいかなと思いますある程度自分の購入できる範囲内でまあ、計画的にもう5万円だったりとか3万円だったりとかそれでも全然いいと思いますんで使う際はしっかりと考えて取り組んでみましょうでは最後の5つ目がこちらですね j q セゾンゴールドカードということでそれがこちらでございます j q セゾンゴールドということでこれについてちょっとね情報がありまして昨日の私 確か鬼丸さんんのツイートででね僕もも知ったんですけどもこの JQ セゾンゴールドカードにはコンビニの日常使いやサブスク市場でポイント5倍ということでももととですねローソンとセブンイレブンがあったんですけどもなんとファミリーマートがですねポイントアップサービスとして、まあ、追加になってるんですよでこのカードの還元率がですねもともとですね200円で 1JRQ ポっていうポイントが貯まるので0.5%還元なんですよなのでそれかけることの5倍なのでなんとね2.5%還元になるんですよねなのでこれ今あるクレジットカードの中 でめちゃくちゃこれ強いのかなと思うんですよ2.5%還元でファミリーマートで決済すると考えるとねもちろんこのカード自体には税込み11,000円の年会費が発生するんですけども一応ですね年間50万以上の利用で年会費が永年無料になったりするんでそれを考えると結構お得なのかなと思うんですよもちろんファミリーマートの利用頻度が少ない方はそんなにお得感を感じないかもしれないんですけども全然ありですよねでこのカードについては僕こちらの過去動画でクレジットカード修行を始めましたということでまあセゾンポケットに投資をして、まあ、インビテーション インンテーショがが来来るるるかか試しててははいいののででこれについては僕も検証なのでちょっっと今待ってるんですけどもちなみにですね、このカードについては5月7日までキャンペーン中でして、最大で1万3000ポイントまだもらえるっていうキャンペーンが開催中で、九州とか山口に住んでる方限定にはなるんですけども、一応こういったキャンペーンも開催されてます。ですけども僕は福岡には住んでるんですけども、検証がしたいがために、今は修行中でございます。ちなみにそのインビテーションについて、その時の動画で視聴者さんからかなり有力なね、コメントをいただいてまして、こちらもね、ぜひ紹介できればと 思ううんんでですすけどもこのモデさとという方ですね JQ JCB JQ JCB カカーーードドドセセゾゾンンン3月にイビゴールドが来ましたと僕ね、たまたまこの方のですね、ちょっとブログをですね、拝見してて、まさかその方からコメントいただくとは思ってなくて、インビの場合は一般カードから切り替え発行、番号も変わるので、新規申し込みに存在しないマスターカード JCB がなんと取得可能みたいなんですよ。これちょっとびっくりしましたよね。JQ カードセゾンゴールドは、複数枚保有は不可、そして JR 九州圏外年間費優遇型セゾンゴールドアメックス 保有でもインビが来ますということでございましたこれはかなり有力な情報ですよね。なので、もし JQ カードセゾンの、まあ、JCB とかマスターカードを持ってる方で、もしかするとこのまま使い続けるとインビテーションが来るかもしれないということかなと思いますね。うん、これはちょっと楽しみですね。まあ、ざっとね、こんな感じの5つの情報でした。まあ、そんなこんなで今回はファミペイとファミリーマートの まあお得な情報とか、ちょっとしたね、まあ、有力な情報について簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、ファミンペンに関してはね、これまでかなりお得なキャンペーンを出してくれたので、まあ、キャンペーンが改定されるということで、ネガティブな印象を持つということはあるかもしれないんですけども、前もお伝えしたように、本当にここまでお得に使わさせてくれてありがとうという感じの感謝の気持ちの方がやっぱ強いので、僕もなんちゃかんちゃね、お得に使える限りは、ファミンペンも今後まで使っていこうかなというふうに思っているところではあります。で、あとはね、先ほども紹介したように、ファミリーマートでお買い物する際は、 とりあえず、ファインペンのバーコードを提示するとか、そういったこともね、まあ忘れずやっていくと、何かしらね、お得な情報もあったりするかと思いますんで、まあそこも狙ってみても面白いかなと思いますね。で、今回ね、動画内で色々紹介させていただいた参照リンクは概要欄に貼っておくのと、今回の動画の感想もあればね、ぜひコメント欄に書いてくださいということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。